どうもどうも、こんにちは、社畜です。本日は飛び盛りをやっていきたいと思います。さあ、飛び盛りをやっていきたいわけなんですけど、いやー、なんか年末年始ってめちゃくちゃだらっとしちゃうよね。今日もさ、結局何時に起きたっけ。そう、目が覚めたら13時10分ぐらいだったんですよね。いやー、13時10分ってもう昼じゃんっていう。なんかさ、遅く起きちゃうと一日が早く過ぎ去るよね。まあ体感的にで、一日なんか損した気分になりますね。いやー、なんかさ、朝早くいつも起きようと思うんだけど、年末年始結局なんか夜型生活になっちゃって、で結果としてまあ深夜の、いや深夜じゃねえわ、明け方の5時とかかに寝ることになって、でそこからまあグーグーグーと寝て、で13時ぐらいに起きると、なんかそれを繰り返してますね。で初詣も、まあ、当初行こうと思ってたんですけど、まあ結果として多分これ行けなさそうだなと。まあ、そもそも5時ぐらいまで起きてるからな最近。ちなみに初詣は過去5年間で一度も行ってないかな。なんか6年前にちらっと近所の神社に行ったことはあるんだけど、まあここ5年ぐらいは、行ってないですね。そのメジャーなところには。まああんまり初詣って興味なくて、まあ初詣っていうか宗教にあんまり興味なくてまあそうなのみたいな。ちなみに初日の出も見たことないんですよね。あ、サリーちゃんいるじゃん。紅茶もいいですけど、コーヒーを飲んで一日の気合を入れようと思います。なるほどね。まあ朝コーヒーは重要やからな。ちなみに飛び盛りの世界では6時なんですけど今。まあ現実世界では今14時と。まあ起きてカレーを食べて今動画撮ってます。はい、まあそういったところでね、まだ僕も目が覚めてないところがあるので、ちょっと動画を撮りながら地味に目が覚められればなと思います。そして最近なんか雑談生放送をまたするようになったんですよね。まあ今までは飛び盛り生放送とかマイクラ生放送が中心だったんですが、まあ最近雑談生放送も復活しまして、でまあそこでね、リスナーさんといろいろ会話をするわけなんですけど、まあ文字ベースですけどね、僕しか喋ることができないので。で今までは中高生とかが結構メイン層だったんですけど、視聴者の。ただ最近はですね、なんか大学生付近かな、まあ、大学生付近の方も、まあ、結構見に来られることが多くなりまして、で、まあ、そこでね、いろいろ会話をするわけなんですけど、なんかさ、自分の動画がなんかとある大学、まあ、とある W 大学、まあ、W 大学って言ったら分かるか、まあ、私立の W 大学、なんかそこでさ、自分の動画が講義で流されたみたいに噂を聞いたんだけど、皆さんご存知ですか？いや、ご存知じゃないわなんかその動画制作の授業があるのかな、なんかその理系の学部でなんかそういったなんかその専門科目があるんですよね。そう、まあ共通教育科目と専門科目のまあどちらかに大きく分けると授業ってあると思うんですけど、大学の場合で、その中で、まあ、その理系の専門科目とで、まあ、映像制作系かちょっと詳しくは聞いてないんだけど、なんかそういったものがあって、でなんか好きな YouTuber の動画をなんかそのみんなで見るみたいな講義の内容みたいなんですよねそれ本当に講義なのかっていう本当に講義なんけどさ、最近なんか情報系とかなんか映像制作系とかの学部だと割と頻繁にあるみたいですね、そういうの。なんかそのテレビとかの編集じゃなくて、その素人の編集とか動画の内容とか構成を見るみたいな、それで学ぶみたいな授業の内容みたいなんですけどね。なんか面白いなと思って。あ、待って、なんでこれ電気ついてんだ。あー、そっか、俺が前ログオフするときに電気消し忘れてたからか。なるほどね。まあとりあえずそういった授業があるわけで、なんか僕の動画がね、なんか大画面に映し出されて、
なんか皆さんに見られたみたいで、なんか大変お恥ずかしいですね。まあ何の動画を見られたのかちょっとわかんないんだけど、なんか部屋紹介動画がなんちゃらかんちゃらとか言ってたけどね。まあちょっとそこは定かではないんですけど、まあなんだかんだで部屋紹介動画シリーズもあれですもんね。確か第1弾がもう20万回いってるんでしたっけ、僕のやつって。で、時点のやつもまあ5万じゃねえわ、8万とかか。で、第3弾も5万とかされてるから、まあ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 、動画としては参考になるのかどうかわかんないけど、まあ暇つぶし程度にはなるのかなと。あとさ、もし年末年始休暇暇でしたら、僕の実写動画も見てください、皆さん。そう、飛び盛りとかゲーム以外にも、たまになんか、ちょっとした、ちょっと実写動画を出してるので、ぜひね、ご覧いただければなと。まあ別に本業でやってるわけでも、副業でやってるわけでもないからさ、趣味でやってるわけなんで、そんななんか大した内容でもないんですけど、まあまあ暇つぶしにはなるんじゃないかな。うん。はい、まあそういったとこでね、ちょっと飛び盛りを今やり始めたわけなんですけど、ちょっと悲しいことにですね、ほら、今、朝の6時21分と、それ住民と何かその会話しようかなと今思ったんだけど、やっぱりこの時間って起きてないんだね。まあ、シャチホコ村の朝は遅いから、みんな寝てるんだろうね、これ。夢の中へお出かけ中、起きてる時にまたおいで。え、ちょっとさ、シャチホコ村の住民たちマジでさ、起きるの遅くないか？みんな寝てるよね。え、みんな朝何時に起きんの？え、6時半？平日の6時半とかだったら、え、起きてるよね、普通。普通は起きてるよね。まあその学校であったりとか職場が近いんであれば、まあ7時半とか7時とかに起きる人もいるかもしれませんが、まあ大体ね、6時台に起きる人が多いんじゃないかなと。うん、多分過半数が6時台じゃない？じゃないとね、間に合いませんもんね。うん、そもそも。まあ通勤時間によると思いますが、黒部の家。待って、黒部って起きてる？わあ、マジかよ。起きてないのか。起きてないのね。なんか、昔の道盛りで、まあ、住民を叩き起こすことはできないんだけど、たぬき寺のデパートっていうのが昔ございまして、で、そちらの場合はですね、例えば、ちょっと待てよ、これ、まあ、スコップあるじゃん。で、スコップで、例えば、ここら辺をパンパンパンと3、4回ぐらい叩いたら、叩き起こすことができたんですよね。まあ、たぬき寺限定になりますけど。あれね、結構面白いよ。まあ、そこでしか聞けない、まあ、会話とかも聞けるんで。まあ、昔の道盛りならではでしたね。まあ、最近の道盛りは、なんかホワイト企業化してるのかどうかちょっとわからないけど、そういうのできないんですよ。叩き起こすみたいな無理やり。いやー、だけどさ、たぬき寺とか豆粒ちゃんとか、かわいそうだよね。まあ、なぜかわいそうかというと、まあ、要するに、まあ、叩き起こせるっていうことはデパート。そこで寝泊まりしてるってことでしょ？っていうことは家が存在しなくて、もうデパートとかその店が家になってるから、なんかプライベートないんじゃないかなと思って。なんかそういった意味だと、なんかすごく、ね、かわいそうですよね。で、ちょっとマジでさ、俺がその起動したタイミングが悪かったせいで、本当になんか誰も起きてないんだけど、これ。たぬきハウジングですらさ、え、これ開いてないんだけど、マジで言ってんのかよ。ちょ、誰かと会話したかったんだけど、本当になんか誰もいない。ちょ、お前ぐらいしかいないんだけど、オーロラちゃん。うん。なんかやっぱり道盛りってさ、なんかその住民と話せるから、そこになんか面白さってあるじゃないですか。だからね、住民と話せないと、なんか、つまんないよね。いや、マジで。はい、まあそういったところでね、本日の動画、この辺りで、まあ、終わっていきたいと思います。ちょ、大変申し訳ないが、ちょっとチャンネル登録していただければ非常に嬉しいので、ぜひまずチャンネル登録をよろしくお願いしますというところと、あとは、ちょっと年末年始、まあ冬休みですか、まあ暇な方、もしおられましたら、ぜひね、僕の動画を作業用 BGM でもいいので、ぜひね、それをもとに勉強であったりとか、あとは作業をしていただければなと思います。別に動画見なくていいので、作業用 BGM として流しておいてください。じゃあ、
また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。